ラフェラーリっていう車がやっぱりすごい昔から憧れていたんで買ったんですが、まあその車業界のこの車の売り方、今の新車のフェラーリだランボルギーニだポルシェの売り方っていうものに非常に疑問を感じるところがあります。これは一回物申すで晒してもいいくらいひどい売り方をしているんでやってもいいんですけど、それでもまだなんかフェラーリファンっていう人がたくさんいるので、その人たちの気持ちも分かりますし、僕はフェラーリは好きです。ただフェラーリの売り方とかっていうものについて非常に意見があります。文句ではありません、意見があります。それをイタリア本社にまで行って言ったところでどうなるか分かりませんけど、でも僕のいつもやってみなければ分からない、 YouTube 持っていきなりイタリア本社を仕掛けていってどうなるか分かりませんけど、そんなことまで、今年の抱負としては、暇があったらやってみたいなというふうに思ってますけどね。なんて言うんだろう、日本ってそういう売り方をしてるんですかってびっくりするのか、それが当たり前ですっていうのかによっちゃ、ちょっと物を作っているメーカー、そしてなおかつガソリンを出しているメーカーとして SDGs を考えず車をやたらめったるっていうのは、フェラーリを好きな人がたくさんいるからしょうがないんでしょうけどね。僕もそんなこと言っていてフェラーリは大好きなんですけど、今年やっぱり一番買ったものっていうものは、車にバイク、旧車が多かったですね。もう 4,50 年前のバイクはコレクターなんで集めてますし、フェラーリもかなり買いましたけど、フェラーリ以外も、なんかそうですね、最近そのマフラーの騒音に対する規制が出て、なんか誤った規制が出ていて全部ダメみたいなことが出た後に訂正みたいなものが出ていましたけど、ああいうフェイクニュースみたいなもの出るとマフラーを変えているだけで全部ダメだみたいに言われる可能性があるんで、あのフェイクニュースの後に直すんだったらもっときちんと訂正してもらいたいなっていうふうには今回思いましたね。言ってることが半分しか意味が分かんない人がいると思うんで、